様々な容量のホールピペットピペットは、比較的少量の液体を必要なだけ吸い取り、軽量や移動をさせるための化学実験器具の総称である。軽量メモリが付いていない移動専用の製品もある。スポイトの類似品であるが、筐体には、耐薬品性を重視したガラスや、ハドップなどの素材が使用され、測定精度の高い形状が多い。 一般的なスポイトとしての利用も可能である。ただし、筐体の素材や形状、液体の腐食性や粘性といった正常によっては、吸入できない液体も存在する。パスツールピペット計量を目的とするものと、液体の移動に用いられるものに大別される。計量に用いられるピペットとしては、ホールピペット、メスピペット、マイクロピペット、エアークッション式ピペット。 ポジティブディスプレイスメント式ピペットなどが挙げられる。軽量に使用されるホールピペットやメスピペットは元来口で吸引するように作られているので誤飲を防ぐ意味でもかなり幹部が長い。毒物などを扱う際には安全ピペッターをつけて使用することが推奨される。マイクロピペットはマイクロリットル単位の微量の液体を測り取るピペットであり、 生化学の実験などでよく用いられる。ガラス毛細管によるものが古典的であるが機械式のピストンで空気を出し入れし、先端に取り付けたポリプロピレン製の管に液体を吸い込むタイプがよく用いられる。これはダイヤルなどによって一回の操作で出し入れする体積を変えることができ、代表的なものとしてギルソン社のピペットマンなどがある。この種のピペットは、 ピペッターと呼称されることもある。液体を移動を目的とするピペットとしては、コマゴメピペットやパスツールピペットが挙げられる。コマゴメピペットやパスツールピペットは、乳首や乳頭と呼ばれるゴム球で発生させた陰圧で吸引することを前提に作られているため、比較的幹部は短い。コマゴメピペットやパスツールピペットは微量物質向けのカラムクロマと、 管として用いられることもある。コマゴメピペット中央に膨らみを持つコマゴメピペットは、初等教育から研究室に多くの現場で使用されている。コマゴメピペットは、二木健造が考案し、当時勤めていた、コマゴメ病院の名が冠されている。通常、コマゴメピペットのゴムキャップは、取り替えることができるようになっている。また、目盛りのついているものもあるが、 あくまで移動用なので精度は良くない。パスツールピペット少量の液体を移すために使用されるパスツールピペットは他のピペットと比較して安価なため使い捨てにすることも多い。ガラス管の先を長く細く引き伸ばしたものと樹脂製のものがある。パスツールピペットには吸引炭足に面線を用いてフィルターにすることもできる。 メモリがないパスツールピペットでは0 5ミリリットル、1ml などで傷をつけた上でゴム管に注射筒をつなぐことで計量することもできる。コマゴメピペット。ありがとうございます。